未来日記ラジオ。この番組は角川書店の提供でお送りします。はい、始まりました未来日記ラジオ。天野ゆきてる役の戸賀美鈴です。そして映画祭ゆの役の村田智沙です。はい、はい、ずっとやりたかったって言ってたラジオが念願かなって、今回はい始まったよ。始まったよ。あーあー、マジマジマジ、トガシです。ユナだよ。相変わらずのよろしくお願いします。安定のテンションでよろしくお願いいたします。ね、ずっと言ってたもんね、うん、そうなんですよ。実はね、未来日記でラジオできたら面白いよねって言ってて、うん、まあ、せっかくなので、はい、今回ちょっとタイトルを、タイトルの未来日記ラジオってなってる、うん、じゃないですか、うん、これを、うん、勝手に決めてしまおうかと。やっちゃう。ゆうちやっちゃう。じゃあなんか案ある？ゆのなんかある言って。はいはい、ゆのさん行くよ。うん、ゆのとゆっきーのラブラブレディオ。長くなってる。大丈夫これで。大丈夫大丈夫、いけるいける、みんな期待してたこのタイトルを、うん、本当。じゃあこれで行こうか。うん、じゃあ一緒に行ってみようか。一緒に行くの。よし、せーのゆのとゆっきーのラブラブレディオ。やばいなこれな、ゆのとゆっきーのグダグダレディオなんないように気をつけて。はい、はい、仲良くやりましょうね。やりましょう。以上この2人で番組を進行していきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。信じてた。はい、では早速いきましょうか。はいはい、せっかくなので今回は私たちが勝手にお便りが来たことにして進めていこうと思います。おお、いかがですかゆのさん。大賛成です。じゃあいきましょう。はい、ラジオネーム BL じゃないよさんからいただきました。ありがとうございます。私の敵だ。私の敵。いつ目から。いつ天敵が。ユキチョイス合ってる。それ合ってると思う。うんうん、自分で演じたキャラクターについて、はい、楽しかったところ大変だったところはありますかとのことです。うん、スクールね、あっという間に。あっという間に。なんか最初、うん、あの始まるときはあ、これストーリーもので検索も読んでたじゃない、うん、はい、だからあー結構長い旅になるぜって思ってたんだけど、いざね、はい、始まってみるとあっという間だったね。あっという間でしたね。うん、どうでしたか。あー、そうですね、なんか大変なところも楽しかったところもいっぱいあるんですけど、うんうん、まずはあのゆのちゃんが、うん、ユッキーに対する距離感、うん、とみんなに他の人に対する距離感が違うよ。ユノは最初からユッキーに対する距離感が近すぎる。いや、だからその距離感がね、うん、あって、うん、私はもうユッキーを大事に大事にこうセリフを言わなきゃいけないのに、こう最初の方はちょっと、ね、もうなんでって村田智沙的に思っちゃった瞬間があったりして、でもユノは、うん、ユッキーって怒っちゃダメなんだよって言われて、すぐはいってなっちゃう。なおすかってなるからね。もうユキどうしてとか、うんうん、こうびっくりする方向とか悲しそうな方向とかもう絶対に怒っちゃいけない。そうなんだよね、うん、結構その現場でも言われてたじゃない、うん、なんかその結構ユキに対してあの辛く聞こえてしまうとか、うん、そうなんです。なんかそういうあのダメ出しとかを私も横で聞いてて、うん、あ、そっかって、なんだかんだやっぱり言うのはそうユキが大事大事でだからって、うん、アキセくんが出てきた回で、うんうんうん、ゆのちゃんが怪しいやつはお前かもねお前かもねっていう あったねセリフがあって何言い出すんだって思ったよ。その時に、うん、私がちょっとあの探偵気取りじゃないんですけど探偵なんとなくお前かもねお前かもねって言ったら、うん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 、ゆのそれ違うよって言われて、うんうんうん、ゆっきーにだけ言うんだよっていうところからあーなるほどね、と思って、もうそれ以降は全部ユッキーを思ってのセリフになって、
対象がだいたいユッキーだもんね。ん、他は眼中にないからなし。そっかそっか。え、でも結構難しい役だったと思うけど、その気持ちの、そうです、あとは、あの感情がなんていうか出れてたと思ったら、なんかメールが来たら一気に読んだりとか不安定戦ってたと思ったら泣いてたりとか、そういう切り替えがやっぱりあの最初の方は結構大変だったかなと思うんですけど、でも似てるよね。ん、ユノとん、ユノと似てない？似てる。タモサちゃんってなんかね、あの普段その収録以外でもさ、あの一緒に過ごす機会があったじゃない、はい、なんかまあどん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 ユノに似ていくえ、あ、でも私はね、私はすごいユノが、あの本当に可愛い女の子だなって思ってるからっていうの前提で、そういうの前提で村田智さん可愛いってこと村田可愛いねちょっと飛んだけどいやでもなんかその感情の、あの、不安定さとか、今この子何考えて喋ってんだろうっていうのでもそう、アフレコのちょっと休憩時間とかに喋ってても、急に吐く練習とか急に始めるんですよ、びっくりです。隣でなんかさっきまで普通に楽しく喋ってたのに、そうおえーとかなんか言い始めるどうしたどうした大丈夫って、ごめんね、なんか急に練習始めちゃってとか恥ずかしいっていうそう、いつも真面目なんだけどねさ、ユッキーは、そう急だなそうだね、ユッキーはでもとにかく、ああいう風になよなよって知ってヘタレに見えたかもしれないけど、とにかく体力勝負、なんかもう毎回、毎回台本もらうたびに泣く、叫ぶ、逃げる、調子に乗る、裏切られるっていうこのコンボね、このコンボ上げて落とすっていうあ、また走ってるユキ、また走ってるよみたいなで、ユノも一応走ってるんですけど、ユノはちょっと体力あるから息ちょっとでいいよとか言われるんですけどアスリートだよねもうねユキは常に全開みたいなだって体力ないんだもんあの子体力ないんだもんいやでも本当に、最初の方は特に、もう自分でね台本見ながら、はい、あ今週のウワーンとか自分で考えて、あ今週ウワーンまたあるなーとか、走ってるなーとか、ここ別撮りだろうなーとかいろいろ考えながらでもねブースの中でも、今週のユキの乙女とか言って乙女だよね、乙女 いい言い方したら乙女だよね、乙女だよね、だってヒロインって言われてたからそうあれユノ、あれユノヒーローねみたいな、ユノはでもヒーローだね、ずっとユッキーのこと助けてくれたもん ね、うん、もっと感謝してくれてもいいよくそくそずうずうしいな、いやでもあのそんなユノとかにね、他の所有者とかとの絡みでその振り回されたり、その感情の変化、私自身もこの男の子でこうやってメインでやらせてもらったのは初めてだったから、その辺もすごく楽しかった。やっぱあの今まで女の子役が多かったじゃないですか、それは男の子になるとなんかこう変化することとかあります？私はあのユノを演じて、結構ユッキーが大好きだったんですよ、で逆に私があのユッキーを演じる立場だったら、ユノをどう思うんだろうとかも結構考えたり、お互いの立場からってこと、まあ、あの性別が変わるとどうなのかなとか、性別変わったらね、ユノ超かっこいいやんユッキーを演じている富樫さんからすれば、やっぱユノちょっとっていう気持ちが出ちゃうけど、もしあの何ですか、ユッキーを演じてない富樫さんになったら、ユノは可愛いって思って、可愛い可愛い、あれあユッキー、え何意外私でもあのいろんなとこで言い過ぎて、私一回なんかで言ったよね、あのポロッと憧れのとか言っちゃったよね、言ってた、ユノ憧れるって言ってた、憧れちゃダメだよね、さすがに。でも女の子の部分は憧れてもいいと思う、いいと思う、あれヤンの部分は憧れちゃダメだけど、え嘘どういうこと
憧れてる、まさか。なんかそういうところがあってもいいのダメ、私が病んでることになっちゃうから、そうなってくるとね恐ろしい。いやでもなんか本当にユノはユッキーのことをずっとね、うん、前編通して思っててくれてありがとう。あ、もっと言って何なのさっきから欲しがんないでちょいちょい欲しがるけどうー、私はいつも感謝してるよ、ユッキー即せありがとう、はい、ね、こんな感じでやってきました、はい、スクールね、あっという間でしたけども、あっという間でした、うん、すごく楽しく演じさせていただきました。ラジオネーム BL じゃないさん、ありがとうございます。じゃあ続いていきますか。はい、続いてのお便りです。誰かな。ラジオネーム俺って輝いてるぜさんからいただきました。来た、なんでテンションが、テンションが、ありがとうございます。ありがとうございます。富樫さん、村田さん、未来日記のインスパイアードアルバムで歌を歌っておりますが、うんうん、歌ってみていかがでしたかとのことです。ふぅリアクション下手どうでしたか。あの実際、私も、うん、あのユッキーで歌を歌わせていただくって聞いた時に、うん、もう男の子だってあ改めて男の子を意識したっていう、うんうんうん、男の子で歌うってどうしようっていうのがすごいあって結構悩んだんですよ、うん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 、いうのは最初にこうやって、今回キャラクターソングで歌ってもらいますってなった時にどう思った、うんうん、初めて聞いた時にすごいピュアな歌でびっくりしました。はい、なんかボリューム1の方でね、うん、可愛い歌とちょっとかっこいい歌が入ってたので、うんうんうん、もしお話が来るとしたらなんかちょっと病んでる感じが、ね、病んでるっていうかスローはスローでももっと暗い感じが来るかな、うんうん、その歌詞的にとか、うんうん、曲調とかがっていうこと。そうです、うんうんうん、逆になんかピュアソングで、はいはい、びっくりしましたね。もうあれ、うん、完全にそのユッキーに対する、あ、一応ユッキーとユノのテーマソングなので、うんうんうん、そうだよね、うん、私はもうなんか作品が終わったあと全てが完結した後の視点から2人を思って、うん、私は歌わせていただいていて、うんうん、ね、聞いてくださった方がどう捉えたのかなってのは気になっております。そっか、でも、うん、そっか、そうだよね、そっか、全部終わった後の視点って考えたらすごい、そうなんです、切ない。そうなんだから、歌詞で、うん、あなたは未来では誰が好きっていう歌詞が私はすっごい好きなんですよ、はい、歌って、今回初めて一人で歌うのは初めてで、そうだったの、もう緊張しました。レコーディング中とかなんかあるエピソードとか、ですね、DVD ブルーレイのマウスパッド、うん、ユッキーというのがくっついてるマウスパッド持ってった、うんうんうん、持ってったマウスパッドを持ってってマウスパッドを持って脇に置いて、あ、ユッキー、あ、ユーノって思いながら歌ったそのイチャコラしてるやつを置いて、イチャコラしてるのを置いて、それ見ながら歌ったよ。あ、素敵、本当、うん、ユッキーはどうだった。ユッキーね、タイトルがね、そう、まあちょっと長いんだけど、君が君の人生の主役だから胸を張って歩けっていうタイトルあるじゃない。これをそのリアクションなんかそれを最初その、まあ、曲のタイトルが決まりましたと、うん、メールいただいた時に、うん、まだ歌詞は見てないんだよ、うんうん、その段階で、あ、なんて素敵なんだってね。しかもちょうどダビングとかの見学をさせていただいてた時に、そのメールが来て、うんうん、そのね、ユッキーとしてっていう気持ちでそのタイトルを見て、うん、そうだよねっていう、いいんだよって、自分がね主役なんだから胸を張って歩けばいいじゃないかって思ったの。で、蓋を開けてみるとユッキーの歌だったよね歌詞が初めて私歌詞で逃げろって言ったよね、うん、だから最初の歌詞がね、その君が君の人生の主役だから胸を張って歩けなんてっていう、なんか否定から入るかっていういやそうそう、でも、うん、実際歌ってみると、うん、ユッキーとしてね歌ってみると、うん、なんて歌いやすいんだとは思った。はあ、
気持ちが、あ、うん、そうだよね、あの収録の方もまだまだ最初の方だったから、うんうんうん、ちょうど歌詞とリンクしていたのかもしれないね。いやでもね、うん、あのすごいかっこいいの、うん、歌があって、そう、すごいサウンドが本当にかっこよくて、うん、すごいプレッシャーだった。あ、なんとなんと来たる7月29日渋谷アックスでライブイベントが決まっておりますよ、ゆっき。私今このタイミングで来ると思わなかった今。え、なんか、みんな笑っちゃった。なんとなんと、なんか、そうなよ。はい、ね、え、ゆっき歌わなきゃいけないんだよっていう流れだったの。ここだって思ったわけだね。ありがとう、そうですよ、7月29日のね、渋谷アックスで披露してしまう。そうだよ。やだ怖い、どうしよう、短パン履いていこうかな。短パンにブーツに帽子、ユッキーの主張。そうそう、ほら最後の方はもうかぶってないからちょっと忘れがちだったけどさ、一回取材を取材していただいた時になんかね、あの太字で、うん、なんか私たちの取材はって書いてる上に太字でバンって書いてあるところにあのトレードマークというか、うん、ユキの内向的を主張する帽子を脱ぎ捨てみたいな書いてあって二人で、まあそうですよね、笑っちゃったんだよね。すごい笑った、すごい面白かった。あれ象徴だったもんね、うん、でもどうですか、うん、ライブとかで歌ったことある？私歌うのかな。歌うんじゃないの。歌ったのにまさかの、まさかの出演者にも書いてあるのにまさかの歌わず帰るっていう。新しいパターンだね。歌ったことないよ。どう、緊張する？どう今から心情的に。私なんかライブは、うん、あの結構みんなの前で歌わせていただく機会が私は、うんうん、まあ、この曲はないけども、うんうん、あったので、うんうん、なんかその初心というか一番最初にステージに立ってみんなの前で歌った時ってすごい緊張したのね。え、だから、うん、どんな気持ちかなと思って。え、まだ歌うつもりじゃなかった。じゃあ歌うとしたらどう？死んじゃう。知らないで。デッドエンド。まさかのフラグ。あ、歌うんですね。あ、なんか頑張ります。頑張るそうです。皆さん温かく見守ってあげてください。はい、来てください、来てください。はい、はい、ラジオネーム俺って輝いてるぜさん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、そして最後のお便りです。はい、じゃあこれはともさちゃんに読んでもらおうかな。はい、よろしく。ラジオネームおやすみゆっきーさんからです。もう前だろこれ。まだ読んでない、まだ読んでない。読んで読んで。ゆのに愛のメッセージ。自演だよ、完全に自演だよ。もう超ゆのからだよこれ。愛のメッセージ、ゆの好きだよ。はい、ありがとう。読んで。そっか、リスナーの皆さんに。違うよ、それじゃないよ。もう一個あるだろ、ゆの。そっか、ゆのもう一個あるだろ。ゆの未来日記といえば。はい、未来歴といえば自分の未来を予知できるわけですが、もし今から10年後自分の未来を予知できたとして、どんな未来を予知しますか？そんな鼻水。ちょっとやめて、ノー鼻水でお願いします。ね、未来にでね、未来予知できるじゃないか。そうですね、すげーダメだな。はい、改めまして、大丈夫かな。うん、大丈夫。今から10年後はい、うん、どんな未来を予知しますか？しっかりする。しっかりした自分を予知する。しっかりした、10年かけてしっかりするってこと？そうだね、うん、10年後しっかりする。おい。ユッキーはバンジージャンプをしてそうだよね。あん、唐突。あん、唐突だわ。バンジージャンプをしてそう、うん、そう。というと
なんか10年経っても若々しく年齢不詳なちょっとかっこいいクールな女性でロングヘアでいそう。最後いる。あでもそれ褒めてくれてるよね。あのね、髪が短くてボーイッシュなイメージが強いので、うん、あでもそうだね、ずっと私もうさ、うん、伸ばせないんだよ髪。よく伸ばせるね、すごいなって思う。私は短い時の、うん、あの髪が跳ねちゃうのが嫌で、うん、そう、それそれなのよ、それよ。あのね、私すごい髪が硬いの。あ、そうなんだ。すごい元気なんだよ。だから肩までになると、うん、もう勝手に跳ねるの。だから切っちゃう。あ、そっか、伸びる前に切っちゃうんだ。うん、私は根気がないの。まあ、伸びきったら硬いから上は切らない。あ、逆なんだね。伸びきったらね。でもそこをちゃんと超えたってわけだよね。そうそうそう、えらい。そうそう、だから将来ロングヘアになったらいいと思う。10年後、みんな待ってると思う。待ってる。ロングヘア大人のみんなが富樫さんを待ってる、待ち望んでる。そう、あ、ほらキャラクターもなんかちょっと短い子が多いじゃないですか。うんうんうん、うん、確かにね。ね、じゃあ富樫の10年後の未来は、うん、髪が伸びてる。髪が伸びて、それ1年後でもいいんじゃないの。違うの。え、いや、大人な、うん、もっとより綺麗になった富樫さんが、うん、あの髪が伸びてピチピチのなんかパンツとか履いて年齢不詳でサングラスをかけてキビキビ歩いてる感じでバンジージャンプをしに行く。ちょっと待って、誰もそれ。あと動物が好きだから、うん、いっぱい動物を飼って大きな家に住んでる、うんうん、そういう未来予想図が勝手に構築され、そうそうそう、うーん、私もして、私も。え、嘘、嘘、え、ともさちゃんの未来予想図。10年後、そうです。しっかりしてください。希望通りでしょ。もっとさ、もっとさ、なんか可愛くなってるとかさ、あのこんな家に住んでるんじゃんとか、うん、うん、うーん、もっとこう、実は10年後になったらショートカットになってかっこよくクイクイ歩いてるとか。ちょっと難しいですね。ちょっと私の脳がちょっとパンクしそうな感じになった。でもそうなったら、さすがに私は結婚する？プロポーズ？プロポーズ？私でいいの？むしろ私でいいの？じゃあ10年後。10年後？もしお互いがまだ。お互いのことを思っていたら。思っていたら。その時はあの小高い丘で。ぜひ。結婚します。おかしい、おかしいよ。ユッキーというのっていうか、もう富樫と村田になってるよこれ。富樫と村田、じゃあ、うん、10年後結婚します。お互い一人者だったらします。します。はい、はい、ラジオネームおやすみユッキーさん、どう考えても言うのだけど。ありがとうございました。はい、では、最後にリスナーの皆さんにメッセージをユッキーからお願いします。私から、あ、なんかすごい感慨深い。なんかすごい、大丈夫これ、怒涛の。どうしよう、私本当フリーで。すっごい駆け抜けた感があるよね。うん、でもどうだった？ラジオ。ラジオ、うん、ラジオは楽しかったよ。もう時間かな。でももう過ぎてる。まだ大丈夫だと思うよ。本当ですか、うん、なんかもうフリーダムでごめんなさい。分かってたことだから大丈夫です。いやでもね、放送はね、もう全終了してしまいましたが、うん、はい、ね、今回こういう形でまたやらせていただいたり、うん、あとブルーレイ&ね、 DVD はまだまだ、まだまだ、うん、出ますので、うん、ライブもあるしね。ね、うん。でもみんなこうやって、あの本当に私今回主役がね、うん、初めてだったっていうのもあって、うん、すごいすごい頑張ったから、なんか思い入れがすごい強くて、そんなね、後半に差し掛かるにあたってすごい寂しかったりしたの。でもね、それもこれもみんなね、見て、うん、視聴者の方とかが盛り上げてくれたから、うん、ここまでね、うん、来れたと思っておりますので、
ブルーレイの DVD もね、みんな買ってね買ってね。未来日記はまだまだ終わらないのでね、ね、うん、よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあ次ともさちゃん。はい、このラジオ CD、うん、楽しんでいただけましたか問いかけ問いかけてみる楽しんでいただけましたでしょうか。どうかな、どうかな。あ、楽しんでくれた。すごい喜んでる。よかったね、ゆうの。みんな喜んでるよ、超嬉しいよ超嬉しいよ。はい、はい、ね、内容はシリアスなんですけど、うん、はい、アフレコブースはいつもこんな感じな2人です、はい、っていうのがなんか伝わったら嬉しいかなと思いました。あ、でもね、伝わったと思う。はい、うん、私第1回のコメンタリーの時に、うんうん、ユノと全然違うから大丈夫かなって心配をすごいしてて、今も心配してて全然違くてすみませんでも精一杯頑張ってユノを演じさせていただきました、はい、本当に第6巻からですね、シリアスな展開が続きますが、うん、最後までユッキーとユノの未来を見届けてください。あとライブも来てください、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さて、はい、番組もね、はい、そろそろ終わりとなりました。早いね、早いね、うん、私さっきも聞いちゃったんだけど、どうでしたすごいフライングで聞いちゃったよ。楽しかった、楽しかった。もう忘れない、うん、10年後結婚するってことはそこ忘れて忘れられないとこもあるんですけどあれ楽しかったユッキー、なんか私全開だったんだけど、うん、なんか想像以上に全開で言っちゃってごめんね。いやでも、うん、いろいろ考えてたのね、ともさちゃんとラジオ、うん、ラジオかってで結構ムルムル役のさ本田ちゃんとかと、うん、トモサちゃんが喋ってるとことか見てて、うんうんうん、なんか会話になってるようで全然なってなくてすごいどうトガシはトモサちゃんをコントロールしていこうかって思ってでもすごい楽しかったです。大丈夫だったかな。全然大丈夫、私はすっごい楽しかったよ。うん、伝わるなんかね、いつもね、ともさちゃんは、うん、感情たっぷりにね一言一言をね、そうだよ、伝えてくれるんだよね。そうだよ、うん、でもね、それがね、どこまでが本当かよくわかんないんだよね全部本気だよ。本当、そうだよ、信じていいのね。信じて信じて。じゃあ私は信じます。はい、うん、じゃあ皆さんね、次第2弾、第3弾と。そうですよ、うん、ね、次がまさかの相澤さんと川原さんはい、これあれだよね、うん、DVD のブルーレイの特典の、はい、第7巻コメンタリーもそうだったよね。コメンタリーもね、相澤さんとか原さんと仙台さんだったの で第3弾が本田さんと白石さんという。そうです、ムルムルちゃんと ねもうすごい期待していいと思う。私もね、白石さんね本当に尊敬してるからね。もう鳥だしね、鳥だしね、締めてくれるよね。だからもうどんなことになるのかっていうのがもう今からすごく楽しみです。はー、ね、もう2ヶ月先だけど、今から楽しみに、今から楽しみにね、皆さんもしていていただければなと思います。はい、相澤さんと川原さんのね、そのラジオも楽しみだし、もちろんその大鳥も、大鳥も、ね、皆さんどんどんね期待していてください。ください。はい、それでは皆さん、また未来でお会いしましょう。お相手は天野ゆきてる役、富樫美鈴と笠井の役、村田智沙でした。バイバーイ。バイバーイ。サンキュー。この番組は角川書店の提供でお送りしました。